皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。ちょっと前に私がですね、うちのアンチにもかかわらずゴーヤーの花とヘチマの花を見間違えて父に大変怒られたという話をしたかと思うんですけれども、そのヘチマがですね、たわわに実っておりますですよ。いろんな食べ方があると思うんですが、お味噌汁に入れたり、ウンブサーにするのも美味しいんですが、私はですね、冷やして酢味噌でいただくのが大好きなんですよね。なんか夏バテ、ね、しつつありますけれども、美味しい沖縄の野菜で元気に過ごしていきたいと思います。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は株式会社オキネシア代表取締役の金城幸孝さんと私富田恵とのおしゃべりです。金城さんは1959年那覇市生まれ、1978年に県立那覇高校卒業後、1984年株式会社エバーオンワードに入社。県産黒糖で空前のヒットとなりますチョッチュネをはじめ30アイテム余りの食品をプロデュースし、同社の取締役を経て1996年にオキネシアを設立。県産素材を生かしながら独自の切り口で地場産品の企画開発に取り組んでいらっしゃる金城さん、さて今日はどんなお話でしょうか。それでは金城さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご無沙汰をしております。さあ金城さん、はい、コーラルラウンジにですね、大変美しい香りが広がってるんですけれども、はい、今日私たちの目の前に並んでいるこちらは何でしょうか。こちらはですね、はい、沖縄発のコロンです。コロン、はい、香水のオーデコロン、はい、これをヤンバルの川淵を原料にして、はい、コロンを作りました。以前、はい、実は私も愛用してるんですけれども、はい、うたきという、はい、もう大ヒット商品がありましたね、はいはい、あちらもカーブチーを原材料 で、はい、これもオードパルファンという、かなり本格的な香水、はい、香水ですね。それをもう1アイテム作ったんですけれども、はい、うん、今回はオーデコロンということで、うん、よりこうカジュアルな香り、そして香りのタイプも3種類、そして容器も大小はい、作ってですね、全部で6アイテム、はい、かなりこう広がりのあるアイテムを作りました。よりこう選べる楽しみも増えたと、ね、はい、目の前に並んでるんですけれども、3種類、グリーンのボトルとブルーのボトルと、それから、はい、赤のボトルがあるんですけど、一、はい、つずつちょっとご紹介いただいていいですか、はい、まずは、グリーンのボトル、はい、これはカウチ由来、要するにこう、はい、柑橘由来ですので、すべてシトラスタイプ のコロンにはなるんですね、はい、でそのシトラスタイプなんですが、この3種類グリーンとブルーとレッド、うん、それぞれグリーンの方はフレッシュシトラス、フレッシュシトラス、これはよりこうカーブチーの何ていうかな、柑橘の爽やかさ、もうストレートにもうそのままシンプルに出したものですね。今ちょっと私、はい、朝の爽やかな、はい、目覚めのようなそうですね、なんかこう体も元気になるっていうか、本当にこう元気になるような、目覚めるような、そうですね、そういう、 こうフレッシュ感を本当にこうイメージして仕立てたコロン、はい、これがフレッシュシトラス、フレッシュシトラス、名前の通り本当にフレッシュですね、ですね、はい、朝本当にもう出かける前に元気な気分で使いたい、はいはい、そういうイメージでグリーンのボトル、これも本当透明なですね、ちょっとこうスモークのかかった、ちょっとおしゃれな瓶だと思うんですけど、はい、であとブルーですね、ブルーですね、これがアロマティックシトラス、あ、これはちょっと、はい、ですね、カーブチーの香りと一緒にちょっと森林浴してるみたいな、そうですね、なんか木の落ち着く香りが、こちらシダーウッドと、あとシダーウッドっていう、こう、香料の一つで、はい、こちらがこうなんていうか柑橘の香料と、うまくハーモニーが出てきて、そしてミントの香りですごく清涼感もそのままあるような、かなり落ち着いた香りですね、こちら森の中で深呼吸してるみたいな、はい、
香りですね、はい、こちらがアロマティックシトラ ス、はい、これがブルーのボトルですね。ブルーのボトルです、ね、はい、そしてそして赤ですね、はい、これもちょっと深みワインレッドのような特徴的なあのボディの赤なんですけど、はい、これがフローラルシトラス。あ、こちらはちょっと 甘、はい、甘いというか、そうですね、女性的な香りが、はい、ここにはこうあのウォーターリリー、まあ、スイレンの香りがブレンドされてまして、へ、はい、これはなかなかあの他にない香りだと思うんですね。このスイレンのやっぱりフラワー系のあのフレグランスっていうか香料は、まあ、いろんな種類あるんですけれども、そこでやっぱりこうスイレンを選んで非常にこう透明感を出すというか、その辺が非常にこう今回の香りの特徴になってます。あのとても優しい印象で、はい、でもこうちょっとキリッとしてる女性というか、う、ね、なんていうんですかね、やっぱりここにもあの、ね、沖縄のカーブチーの香りがあるので、はい、やっぱりその辺はその、うん、どちらもシトラス系っていうところで、はい、統一した、まあ、なんていうかみずみずしさとなんか透明感っていうのは3つ揃ってあると。あの今私3種類、ね、香りをちょっと試させていただいて、はい、あのとてもこうなんていうんですかね、個性が全く違う3種類だなと思ったんですけど、そうなんですよね、はい、これがやっぱりこうブレンドの妙というかですね、やっぱり調香によっていろんなこう素材の組み合わせによって、うん、ベースはカーブチー、はい、シトラス の、 あのエッセンシャルオイルなんですけれども、うん、そこにまあいろんなこう香りがブレンドすることでこれぐらいこう違いのはっきりした、はい、タイプの、はい、フレグランスができると。なんかこのぐらい個性がはっきりしているといつ使いたいとか、どんな気分の時に使いたいとか、ね、うん、あと贈り物の時に、あ、はい、顔を思い浮かべて、あ、この方だったらこの香りというような、はい、顔が浮かぶような感じがしますね、はい、まあ、そういう形でいろいろと TPO に応じてというかですね、うん、あの選んであのこうもらえるととても嬉しいですね。今回まあこうして3種類、はい、まあ、種類もそうですし、まあ、大きさもそうですし、はい、あの前回 の、 その宴と、はい、まあ、あの異なって、うん、まあ、あの今回、うん、あのこのようなコンセプトで作ったというその金城さんの思いのようなところをちょっと聞かせてください、うん、あの前回の宴はやはりもう初めて本格的な香水を沖縄から、はい、まあ、あの作り出すということで、うん、もうかなり力が入ったような形で、はい、やりました。でそれは本当にこう形にできるかどうか全く不透明な中で手探りでやって、一応沖縄のこういう素材でも本当に本格的な香水ができるんだという、うん、まあ、そういうその象徴のような形で、はい、あの作りました。で今回のフレグランスっていうのはやはりそこからまたさらに、うん、あの本当に身近な生活の中で、はい、あのもう本当にこうあの気軽に使ってもらいたい、もうカジュアルな、うん、あのフレグランスとして生活の中にこう沖縄の香りが溶け込んで、あ、まあ、それが、まあ、あの自家用であったり、あるいは、まあ、沖縄にゆかりのある人に、ね、うん、対するこうプレゼントであったり、まあ、そういったものとして、まあ、なんかこう選べるアイテムを目指したんですね、うん、あの、はい、今回はもうボトルも本当に素敵なこう、うん、なんていうんですか、すりガラスのような形なんですけれども、マット系のもので、ですのでやっぱり沖縄もまあ琉球ガラスにね象徴されるように、あるいはまあ沖縄 にこう囲まれているサンゴの世界も、あのこの香水ウルっていう名前なんですけれども、ウルはまあウルマから来ているサンゴっていう意味なんですよね。ですからサンゴの島で生まれたこのフレグランスで、海の世界も結構色とりどりじゃないですか。ですからそういう、こう沖縄の色彩っていうのもやっぱりそのままこうボディのフレグランスのボトルにあの反映させてというかイメージできるように、まあこう緑と青と赤っていうの、はい、あの本当に沖縄をイメージさせるものですね。そう、まあ、そうなってほしいなと思ってですね、はい、あの今回はこうしたボトル、うん、それからまああの、ね、外箱のパッケージもそうなんですけれども、特別なアイテムとして、はい、あのボトルケースといいますか、はい、あのまたこれも選べる楽しみが、そうですね、オプションがあるんですよね。本来でしたらこの50ミリのレギュラーサイズ、このまあ3種類でこと足りるんですけれども、はい、やはり私自身がどうしてもなんかこの香水をそのままこう家にこうそのままこうずしっと置いておくんではなくて、本当にこうあの外に出て気軽にこう携帯できるあのアイテムとしてやっぱりこう香水っていうのが一つ選べるたらいいなというのがあってですね、15ミリっていう本当にこう、はい、携帯サイズのものも今回携帯サイズ、はい、作ったんですよ。15ミリだと本当にこうポッケにこう入れるぐらいの大きさですね、はい、でこれやっぱり裸にこうバッグに入れたりとか、裸にポッケにっていうとちょっとあれなんで、これ専用のポーチも作りました、はい、
これがまず、これが、まあ、あの今手元にあるのがブラックのスウェード素材の持ち運びのものがあって、はい、琉球フレグランスというか、うん、沖縄のこの香水のマークを今回作りましてですね、はい、それがあの巾着の、はい、袋になっているので、あの持ち歩くこともできると、はい、でさらにこの袋が、はい、また沖縄素材のものも、あ、そうですね今のこの黒のスウェードのものは標準でついてるんですけれども、はい、でね、うん、でやはりこの香りの袋をやっぱり沖縄の伝統工芸のやっぱりこう作り手の方々とまあ協力いただいてというか一緒になって香水専用の袋を作ってみたいなということで、確かにあの沖縄にはいろんな染め物とか織物とかもう本当に島々にたくさんありますよね。この間ちょっと金城さんにご連絡したら島々を回ってこう織物工芸館みたいなところたくさん回ってきましたとお話しされてましたけどね。この間たまたま石垣の方ですね、あの伺いまして、でまあ民社でいろいろとこうあの伝統工芸はい、であのものづくりされている方に、うん、まあ、お願いしまして、でこの沖縄の香水の専用の香水袋を、まあ、ミンサーでちょっと作ってもらいたいというような、はい、あの依頼をしまして、でまたあのその足で、与那国の方も、はい、与那国もまた伝統的にですね与那国にありますね織が、そうですね、あのそちらの方でもですね、まあ、この地元の香りをやっぱりこう、うん、あの与那国の織物で包んでほしいんだというところで思いを伝えました、うん、その辺をこうしばらくですね、あの、まあ、島内あるいは離島を含めていろいろとこう暗夜して歩こうかなと。あ、なるほど、はい、そうするといずれ私たちにはこのウルの、はい、香りとともにですね、はい、あの持ち運べる、はい、まあ、本当に沖縄のいろんな文化を生活の中にこう身近に取り入れられることができるようになるわけですね、うんうんうん、はい、そうですね、うん、そういうこう地元のいろんなこうなんていうか個性的なこう巾着、うん、がやっぱりこう揃うと、まあ、それはもう見てるだけでもおそらく楽しい世界だと思うんですよ ね、 すね。私あの金城さんのお話いつも伺ってすごいなと思うんですけど、はい、あの最初にお会いしたのがその、まあ香水を作るというお話を本当に10年ぐらい前にパリでお会いしたのが私最初だったかと思うんですが、うん、その時に、はい、あのきっと5年後とか10年後とかのお話なんだろうなと思ったらもうあの翌年ぐらいにあの、はい、もうあの試作のものができていたとかということで、はい、今回もあの、まあ、出来上がってさらに、まあ、あのオプションをこう増やしてとかということで、はいはい、非常にこうなんというか実効力というかもう本当にこうものをこうなんていうんですか、ものづくりに沖縄の魂を込めてそれをこう実現していくというのが、あのその力というのはどこから湧いてくるのかなというのを本当に、まずは あれですよね、こうそもそも沖縄にそういう素材があると、やっぱりやんばるでずっとこう在来のみかんを守って作られている農家の皆さんがあって、でそういうやっぱりこう素材があって初めてまあいろんな商品の企画っていうか発想っていうのも出ますので、それからまあ巾着にしてもそういうまた伝統を受け継いでいるそういうやっぱり工芸家の方々がいるので、やっぱりそういう発想もまた生まれてくると。ですからやっぱりこうみんなのいろんな力をお借りしながら、まあ、私ができる役割はまた一生懸命やらせてもらってなるほど、はい、そういうことで、はい、でもあれですね、私たちこうしてこうお目見えしている商品の裏にはきっと金城さんがいろんなアイデアがあって、うん、あのこうなかなかこう日の目を見ないアイデアたちもまだあるんだろうなと思うと、またこれからそういうのが生まれてくるんじゃないかと、ね、いろいろとそういうふうに増えてくるとなかなか我が島もすごい宝の山で楽しいんじゃないですか。ちなみにこの今回のウルは、はい、私たちはいつ頃こう、まあ、お目見えというか、はい、手に取って、そうですねこれまあ本当こう試作として完成したばかりで、はい、これが9月以降ですね、はい、きちっと定期的に購入できるような形で、はい、まあ、例えばあの専用の今オフィシャルサイトも作ってます。この、香水が、そのままこうネットの方で詳しく情報も紹介も知ることができて、全国どこにいても、まあ、そうですね、はい、買えるような形にもなりますし、でまたそれに先立って、まあ、この香水についてパンフレットとか、はい、あるいはちょっとモニターとしてちょっと香りに関心がありますという方は、まあ、ぜひちょっとご一報いただいて沖縄市の方にですね、はい、そうですか、はい、具体的にちょっとどういうふうな対応ができるかわからないんですけども、うん、やっぱり9月までの間にいろいろと関心のあるお客様には対応していきたいと思いますので、もうしおりだけでもですね、もうまるでこう小さな絵本のような物語がたくさん詰まっていて、あれですので、ぜひ、はい、
発売に先駆けて少し興味があるという方は、はい、沖西山でご一報いただければ、はい、ちょっと先取りで情報を得ることができるということですね。これからまたいろんなところでこうお披露目になっていくかと思うんですけれども、はいはい、9月のちょうど初旬にですね、はい、東京のビッグサイトであのビューティーフェアという、まあはい、毎年行われている大きなフェアがあるんですけれども、まあ、沖縄シアとしても初めてあの初出展で今回はこ の, あのオーデコロンのウルをメインとして、はいまあ、あの紹介してでまたいろんな方にあのこの香りを試していただきたいなと思っております。あのビッグサイトの中に、はい、沖縄シアのブースが登場するわけですね。はい、登場します。ですの で, ですあのぜひ、まあ、関係者の皆さん、あの機会がありましたらあの立ち寄っていただきたいなと思っておりますので、はい、こちらもじゃあ興味のある方はあの、ね、ぜひ沖縄シアの方まで、はい、連絡いただければもう招待状送りますよ。わかりました。はい、あの今回のこのウルなんですけれども実はあの沖縄型産業支援の、まあ、応援ファンドの、まあはい、事業ということ で, で、はい、あの平成26年度の事例集の中にも取り上げられているんですけれども、はいはい、このやっぱりこう公的なあの支援事業をあの活用して、はいまあ、今回もですねあのやっぱりこう単独でやる分にはなかなかハードルが高かったりするものも、うん、こういうこう県内にあるこう支援事業プログラムを活用することで、うん、やっぱりこう思い切ってトライできるというかチャレンジできるというか、それはやはり、まあ、うちに限らずやっぱりそうい う, こう今あのメニューがあの県内にはいろいろとありますので、うんあのまあ、我々も活用できて非常に良かったと、まあ、こういうふうに形にもなりましたし ね, そうですね、うん、でまたこれからまたいろいろとなんかそういうものづくりを目指されている方も、うん、あのこういう支援事業などのメニューをですね関心持っていろいろと情報を集められるといいかなと思います。なるほど、はい、あの戦後70年で本当に何もない中から、うん、あのうちなんちゅが立ち上がってきてもう今やこう世界に誇れる商品がどんどんとこう出てきてるわけですよね、はい、最後にあの金城さんの方から、はい、ぜひこれからの夢を一言お願いいたします。あいやあの沖縄から、まあ、まずは地元の皆さんに愛される、はいはい、県産品そしてやっぱり本土海外含めてあの沖縄にゆかりのある方、はい、あの世界中いらっしゃいますので、そういう方になんか届けられるアイテムを育てられたらいいなと思っております。はい、またこれから飛び回る日々が続くかと思いますけれども、はい、夏バテせずに、はい、ありがとうございます。ご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。今週のコーラルラウンジは株式会社沖縄シア代表取締役の金城幸隆さんと私富田恵とのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は国立劇場沖縄からの公演のご案内ですよ。7月の4日土曜日組踊り花ういの宴の公演がありますけれども今回は若手伝承者の公演というふうになっております。あの皆さんご存知でしょうか。国立劇場沖縄というところはですね公演をやる以外にもいろんなこう調査研究をしたりそれから養成機関でもあるんですよね。国立劇場沖縄では組踊りの養成研修というのを行ってましてその修了生の皆さんによる第5回の公演となっています。第5回若手伝承者の公演ってなってるんですけれども私実はこの、研修の様子をですね一度ちょっと覗かせてもらったことがあるんですがものすごい緊張感の中あの立ち方の皆さんは本当にまあこの、まあ、唱えですねセリフをこうお稽古したりとか踊りをお稽古したりとかそれからあの歌三振とか、笛おこと太鼓の自由手地方の皆さんというのはあの場合によってこう1対1で先生とですね正座をしながらという本当にこう緊張感あふれるその研修を、やってそして、まあ、あの実際にこうした講演があったり、まあ、あのいろんなところにこう、ね、あの研修にも出かけたりして東京に行ってみたりだとかいろんなこう芸能を学んで、そして、いよいよ、まあ、あのこうして組踊りの立ち方だったり、地方だったりということでいろいろ県内でご活躍なんですけれども、その花ういの宴の公演があります。7月の4日土曜日国立劇場沖縄の大劇場で午後2時の開演となっております。ご観劇料は一般の方2100円で友の会の会員の方は1680円の割引となっております。詳しくは国立劇場沖縄のチケットカウンター 098-871-3350
098-871-3350 番へお問い合わせください。いろんな組踊りがあるんですけれども、その中でもこの花売りの縁はとても見どころのある見やすい組踊りとなっているかと思います。それから内縄口がちょっと分かんなくて、大丈夫かなって思ってらっしゃる方いるかもしれませんけれども、今回字幕の表示があるので、物語の筋も、きちんと追えるかと思いますよ。第1部には舞踊とか、それから琉球古典音楽の清唱や読唱の公演もありますので、一緒にこう琉球芸能を楽しむのにとてもいい公演になっているのではないかなというふうに思います。7月の4日土曜日、国立劇場沖縄大劇場、午後2時の開演です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索して、ホームページからポッドキャストでお楽しみください。それから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですので、ぜひお時間のあるときにこちらも覗いてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。